ナミコアキアルジェスワールド。ナミコアンドアキアルジェスワールド。この番組は海運講談師アキアキアルジェスと英会話講師ナミコワールド女子の世界観を垣間見せながらゲストの世界を覗き込んでみる番組です。最後までお付き合いください。This program is presented by Aki Alger, who is a fortune storyteller, and Namiko is an English instructor. We really like people and searching people's world and also showing our world as well. Please enjoy our live show. 結局ジャジャも含めて水亀座の人みんな映るよ。ジャジャはあっちにいるのか。せーのポン。あ、映った。もう映ってもた。あ、どこや。調整してください。あちらのカメラで、はい、スクショ撮ります。最初と、はい、後半撮れないね。はい、これでスクショ撮ってます。はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、第64回の、64かな?64回と思います。64回。見てください。64回のマミコアキアンドアルジェスワールド。はい、そうです。エヴァンゲリオンプログラムは第64回、2月13日土曜日、生放送でお届け中。はい、そう、フェブラリー。チャタさんも、ちゃっかり。ちゃっかり。はい、いただきます。さあ、ということで今日はもう超ショートバージョンでいきます。ショートバージョンね。ちょっと、はい、ちょっと遅れ配信になりましたけど。はい、はい、全員水瓶座であることは間違いないですね。そうなんです。We all are Aquarius。はい、今日は世界ラジオで1946年2月13日国際リンゴ放送が、うん、創立されたことを記念して、うん、ユネスコ国際国連放送違う国連教育こんなとこもうはしょれ隠れ教育文化機関が、制定したユネスコではラジオは現在でも世界規模で最も浸透しているメディアであり人間の多様性と民主的な議論のプラットフォームになり重要なツールであるということしてラジオの役割を啓発する事業を行っている今日は世界ラジオで、ね、ラジオステイ、ね、ステイワールドラジオからにもかかわらずさあということで最近はもうなんか知らんけどあ絶対俺の真似したかいうぐらいもうスタイフに凝ってはるあそうあなんでバレスタイフに凝ってるバレてあそうかツイッターで見てるからな、ま、松本さんとスタンディング FM ね、はい、そうもう今日はあの、はい、お待たせしたから紹介しておきますヒーリングサロンアズイズっていうのかなはいのノリコ松本さんをお迎えしてお届けしてとヒーリングサロンヒーリングサロンヒーリングサロンアズイズアズイズアズイズはいだからレイんヒーラーさんなのヒーラーさんです、うん、おおね、前回の放送はリックやったんですけどほんまにリックもまだ消えてはいないですけど今はもうヒーラーですヒーラーでまあね同じ、まあ、並行しても全然大丈夫だからなんか俺だけなってみたいに申し訳ないからこうやっておきますね、はいおこんな感じね。こんな感じで。はい、あれ？なって、はい、これとこか、はいはい。ということで、はい、マリア様からのメッセージ。うん、あなたが置き去りにしてきたあなたを拾い集め、本来のあなたで生きる方法を伝授。うん、知らなかったら自分に会える。生きるのが楽になる。めっちゃ聞き上手。じゃあ今日はもう黙っといてもらっていいんちゃうか。めっちゃ聞き上手。癒してお届け。おはい、ということで、今日は、ね、昨日かな。なんかお札を発見したのりこ松本さんとお届け中いえいえ何お札を発見した探し物してたお札発見した何お札ってじゃあお金がもうやばいやんと思いながらなんやかんや何気なくこう触ったものの中にお札が入ってて、こんなとこにお金がみたいなだから、今日と明日の予定はなんとかなるそうですそう無事お越しになることができましてそう、ね、それなかったやばかったジャジャさんへのバレンタインチョコマミコさんへのお誕生日交換会そうねそれからハッピーバースデーですね。ビールの差し入れもろもろが無事できたということで、ね、よかったです。はい、さすがリサーチすごいね。さっきなんてマリア様のなんて。なんかメッセージ導きです。うん、あマリア、まねまあね、マリア様の導きで。うんうん、時間に余裕があったらね、マミコさんをね、モニターしてもらってもよかったんですけどね。マリア様なんですね。もう今日は急いでますからね。うん、あの扱いは弱いですよ。うん、さあ松本のりこさんも私もでも持ってる、ね、なんとか大雨大カリスマカリスマ性がない目大の、はいうん、マリア様あるな、うん、なんかでもその真ん中ついてるのは何ですか。これは、うん、何やろ。ものすごく早く行きますからね。知りません。レイキマスターソウルカウンセラーのりこさんをお届け、お迎えしてお届け中。うんうんレイキマスター。レイキマスターとは何ぞやって聞きたいですけど。お前は聞きたい。今日は走ります。嘘
ハルオちゃんマリコさんはモニターしたいんですか、なりたかったら今のうちですよ。いやだからのその霊気自体が何かが分かれへんから、うん、あそうですか。いや試してみたいけど、いやそれ何それがどうなんっていうのはちょっと分かれへんっていう感じで。わかりました、うん、であのちょっと今日はスルーしておきますね。スルーなマジでスルーなだから横からマジで未知との遭遇はしたいけど、うん、だじゃあそれは何っていうのをまずやっぱりちょっと聞いておきたいっていうのはある。聞いておきたいよね、うん、聞いておきたい。聞きたい。のりこさんのご機嫌伺いしてください。あ、はい、生本番中にやるもよしね。まみこさんを傷つけない程度で癒してあげてください。え、だって癒されんねんから。そう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 、癒してあげるから。癒してあげてください。あの発言権はのりこさんにあの7割ぐらいあるんですけど、うん、進行は進めますね。進行は進めておきますね。はい、下ネタじゃないですよ。進行、進行、司会進行で書いてなかったこれに、ね。はい。ということで、はい、もうラジオの思い出を今日語る時間はないですね。ですね、はい、もうスタイル見てください。すごい。のりこのツイッターは何でやってるの？超早口。え？のりこのツイッターはどうやって探したら出てくるの？のりこのツイッターは何で出してもらったらいいかな？ニックネーム、ニックネームってことなり。秋の友達、フォロー、フォロワーさん。ああ、そうそう、秋の友達です。まみこさんとも繋がってます。繋がってます。まみこさんがね、ま、あのフォロワー数少ないから、まみこさんから探した方がすぐ出てきます。のりこ、そうですね。レイキマスター、ソウルカウンセラーのりこちゃんで、うん、今顔出ししてます、うん、のりこさん の, あのツイッタープロフィール写真顔出てます。そうそう、出てる出てる。名刺につけた写真と同じ、うん、今度新しい名刺を作ってあの リツイートしまくってはります、いろんなお友達にね、うん、そう急激にツイッターになんか復活目覚めたような感じでね、うん、そう、もうだって10年以上アカウント持っててね、ちょっとちゃんと活用してみなあかんわと思って、うんうんうん、ツイッターとインスタと使ってみようと思って、この2月2月か1月の末ぐらいからかな、スタイフ急にそう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 、最近なんか毎日投稿されてとりあえず毎日、あそうなんだ、うちより多いね。俺らなんか火曜日の収録のきちっと綺麗な音源でしかあげへんや、俺が修羅のマイクでしやったらどうしかあげへんのに、あの人毎日もうなんかあげてはりました。あれ何やきもち、あれやきもちじゃあなたの何あなたの宣伝してますねん。何アッキーさん買い物したの。ライバル、何ライバル、このそんなはずない、そんなはずない。トヨタミッセイさん、これプロのトヨタミッセイさんに肩がわけがない。これコマーシャルゼロ押したらコマーシャルいくんかな。あ、ほんまや、コマーシャル入れてあげようか。ということで買いキーワード、のりこ松本さん投資。そうよ、投資なのよ、インベスティング。そう、だから何かにつけて投資しないとね。トラディショナル、アッキーさん宣伝、宣伝ね。さん上旬、そう、コマーシャル。チュチュさん何やった？中核です。中核、セントラル、セントラルね。そう、ということでセンターセンターポジションに戻ってください。はい、もう前半終わりました。なんか分からない、はい、ということでコマーシャル、嘘マジで。でこっから後半30分、めっちゃ早すぎて、何ちょっと2人マミコンダッキー RJ ズワールドボリューム60をお届けし、今日は、まあ、せっかくなんでね、レイキ、うん、レイキマスター、レイキマスター、マスターでソウルカウンセラーのりこ松本さんをお迎えしてお届け中、はい、うん、ということで、豊臣秀吉と同じ切り刻まれた太鼓運命線と両手マスケフケーソン、ああかんだ、もち奇跡の奇跡のご縁で、豊臣秀吉の名を賜った開運講談師アッキーさんこと、はい、MC アッキーアンケー氏の司会で開運出世あやかりラジオ番組をお届け中、はい、コマーシャルやってもらったので、はい、コマーシャルやってます。そして、
我らがリーダーマミコワールドさん、英会話講師マミコワールドさんのことで踊ります。マミコさんの唯一の冠番組です。そうなんです、はいはい、ということで今日は苗字制定記念日、苗字の日、苗字、ね、苗字さんは、去年豊臣姓を賜っております。あ、はい、皆さんよかったらご自身の苗字を言っていいのかどうか知りませんか。1875年2月13日明治政府が平民苗字必勝、必ず名乗る必勝義務令という太政官布告を出し、全ての国民に姓を名乗ることを義務付けたことにより由来、今日はもう噛みます、明治制定記念日苗字の日、自分の名前について何か言っていいことがあったら言ってもらったらいいですよと、名前について、名前ね、明らかにシニアとね、なんか私こんな名前なのとかね、本当はこんな名前が良かったとか、芸名こんな芸名があるのとかね、僕は今言いましたかね、豊臣秀吉の芸名があるんで、豊臣秀吉復活させておりますけどね、内職しててもいいですけど、なんか苗字にまつわるお話をしてもらったらね、苗字にまつわる話、苗字にまつ、苗字の方、下の名前じゃなくて苗字の方、まあ、あえて言うたらね、ごめんね、でも名前ね一回変わってるからね、あ、そう、そういう話にね結局ね、おお、そういう、まあまあ旧姓に戻ってるからね、 今がじゃあ生まれてながらの名前だね、そう、うん、この方が絶対運勢はいいはずです、ね、そうそう、相手と同じ名前ですから、だからね、まつこっちいうのが今分からん、六角ちゃんは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 角でね、松田聖子と一緒でね、うん、サンミュージックさんの方で、松本典子、松田聖子という名前で、はい、もうアイドルとして、うん、要するに外角数、外の数字で、松子っていうのはもう本当にこの仕事の方がいいよっていう名前でね、そうなん、まあ、独立する数字ですね、いいんじゃない、松子はもう最高ですね、はい、松本典子アイドルと同じ名前ですから、私の名字がね、漢字で書くと家を管理するっていう意味で、なんか中国人の人にいつも笑われるの、名前を言ったら、わわわって言って、その漢字を書くと、え、これあなた家を管理してる人なのねみたいな感じで、いつも笑われる、笑うこと、笑われるっていうか、でもすごいのよみたいな感じで、と言っていただいて、なんか面白いなと思って、へ、あ、そうなんや、へ、公表してんの俺が今言いかけてんけど、いや、言いかけてんけど、って言いかけてんけど、何をですか、マミコさんのお名前、お名前菅谷です、あ、ガンジャーって言う、ガンジャーなんですかね、家を管理、すごい家とかでっかい家、それを管理してる人みたいな、へっていう管理人さんみたいな、なんかそんな感じ、それはそれでいいやんね、そうそうそう、すごいことやんね、あ、だからそういう名字で、あ、そうなんやと思って、ここを管理してるのみたいな感じで言われたりとか、ちょさんの名字知らねえんだよね、ちょさん名字は関係なしで、弥生なんですけど、弥生、弥生はどこにおる、あったあったあった、うん、私弥生でしょ、弥生でしょ、3月に生まれて弥生なんですけど、実は弥勒が生きるやん、お母さんが弥勒菩薩が大好きで、あ、そう、弥勒が生きる、一応3月弥生で、あ、そういうことね、なるほど、すごいな、うん、何もかも生きてるんです、すごいわ、ほんまに、ということで、松本のり子にカリスマ性がない、マミコワールドにカリスマ性がない、赤い向こうだしゃっきりますカリスマ性がない、でも豊臣秀吉で僕はカリスマ性を補ってるっていう話は今日はできないですかね、できるんですかね、 できるのかな、苗字にまつわるとかやったら ね、うん、ね、せっかくねこの前木曜日やったんですけど、松本のり子さんカリスマ性ないね、ないんでしょ、うん、ないんでしょ、うん、カリスマ性はなくていいね、マミコワールドさんもカリスマ性がない、ね、そうで本名もカリスマ性がない、ラインコーダージャッキーさんもカリスマ性がないんですけど、僕はトイトミニ性でカリスマ性をつけまして、マミコさんは移動されたので、カリスマ性をつけました、つけました、リックではカリスマ性がつかないんですよ、松本のり子さん、どないしてもつかへんのじゃない、なんか、ね、なんか頑張ってね、なんかしてカリスマ性あった方がいいの、なんかでいいじゃん、No、 別にこだわりたくないね、うん、もうね、めんどくさいね、そういう何もかもこの方があの方がっていうのがね、だそうですだそうですもうおおらかにそのままで生きていく、平民として苗字必勝で頑張ってください、はい、今日苗字制定記念、苗字制定記念ね、制定記念ね、それでもやるのか、今日は本日の誕生日、有村架純ちゃん誕生日、ハッピーバースデー、朝ドラひよっこ主演されたお姉さん、日本の女優さん、兵庫県伊丹市出身、おー、はい、ということで開運キーワードは閲覧の閲、見るってことね、閲覧の閲、へえ、そう、初めてよね、喜ぶってことか、閲覧の閲やから、
閲覧か。検閲の閲覧、あのチェックする。チェックする。閲覧も図書閲覧。何かをチェックするとか。ちょっと厳しいイメージ。落ち合うみたいな感じ。物事の善悪や優劣を判断する能力を持っているので、不正を避けていると嫌いたいです。そういうのね。ジャッジする感じだよね。それはきついな。ね。まあ、あの子だからきっちり真面目な講演いうことが分かりました。公式行事がほぼ終わりつつあります。今日はうっちゃんなんちゃんのなんちゃん、それからひろみさんも誕生日、出川哲朗さんも誕生日、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。それから豊臣秀吉さんが千両琉球を堺へ追放したのが1590年、まあ、まあ旧暦ですけど2月13日のことでした。追放したの、はい、誰か追放したよとか誰か追い出したよとかあいつ嫌いやねんっていう話してもらってもういいですし、ですし、まあ、せっかくならお茶話、それから堺にまつわる話をしてもらって帰ってもらったらいいです。帰ってもらったら、ツイッタースタイフもやってます、秋もやってますが、やってます。よりこ松本さんもやってます。なんちゃん秋と番組やってるんで勝手にスタイフに音声は配信されてます。ご本人さんは知りません。あ、本当？え、秋スタイフやってんですか。何言ってるんですか。アッキーがスタイフババ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 バあれ分かってないわ私。あれとフォローせなあかんやん。めっちゃいいねしてたね昔。いやね、ツイッターにね、ツイッターね。はい、まあまあいいです。音声配信アプリねやってますんで、ポイシーとかレックとかね、ティンキャンとかファンドルとかいろいろあります。だったらそうやってね、はい、心を煽っていただいて、今日は世界ラジオで F の大阪で番組を持つもし、よし、ラジオ大阪さんで番組を持つもよし、ラジオ関西さんで番組を持つもよし、もっと暁にはよかったら読んでください。改めて、ごめんなさい。はい。ということで、落ち着きました、はい、もう残り5分6分。え、そんなにもうそんなもんしかないの。好きなこと喋っていいですよ。のいちゃん、だから霊気とは何ぞや。霊気とは、簡単に分かるように教えてほしい。まず宇宙のエネルギーを集めて、うん、集めて私がパイプになって流す。うーん、単純にはそれだけ。単純にはそれだけ。なんで、なんで、うん、これ自分、あれ美奈子が入ってきました。美奈子も私もして、え、それじゃあ自分でするよりも人にやってもらう方がエネルギーがここに来るってこと。本来は自分でやった方が断然いい、うん、自分でやった方が断然良い、うんうんうん、あのその方が自分がダイレクトにこう受け取るから、うん、自分の中はもっと変わっていく。中だけじゃなくて自分の周りも、もうお仕事も何もかも。あ、それは、要は流せる人にね、アチューメントって言って、うん、パイプを広げることは私たちができんね、うん、マスターやから私はできんねんけど、私は先生も育てられるから、うんうんうん、でパイプをあのもうみんなもともと持ってるんですよパイプは、うんうん、でそこはもう毎日のストレスやらいろんなこう出来事で、うん、もういろんないらないものが詰まってしまってるので、詰まってるのね、よどんじゃって、それをクリアにアチューメントでしてあげて、流してもらえるってこと。でその上で自分で流せるように、うん、キーワード当然、うん、あの開運キーワードじゃないけど、うん、あるねんね、あの 発動させるワードっていうのが漢字っていうか、うんうん、漢字じゃないな、マークがあるねんけど、うん、それを、うん、使って発動させて、うん、で流せねんけど、うん、それを自分はもうパイプやから人に流すこともできれば自分に当てて自分にも流せるから、うん、で当然自分でやる方が、うん、毎日こうやりたい時にこまめにできるでしょ。そうやね、うんうんうん、するとどんどん変わっていく。であと人にも使うほど、うん、人に流してあげるという行為をすればするほど変わっていく自分が。人に使った時って自分は減らへんの。減らへん減らへん減らへん。自分のエネルギーを使わない。要は全部宇宙から来たものを流すだけやから、うん、宇宙にいっぱい漂ってはるでしょ。神様なり、うん、それこそキリストなりマリア様もそうやけど、うんうんうん、そんな人たちもいっぱいはるし、うん、他のエンジェルがいたりとか、それこそ、うん、あの賢者の、ね、人たちのそういうブルーのこうソウルとかいっぱいあって、うんうん、そういう人たちもみんなエネルギーを出してくれたはるんですよ。で、地球のエネルギーもあるし、うん、草花のエネルギーもあるし、うん、いろんなエネルギー全てそういう天然のエネルギーを私は流すだけ、うん、であなたに必要なものが勝手に集まってきて勝手に流れてくれるから、私は何も考えなくていい、ね、うん、ただただで当ててるだけでよくて、うん、だけど私は当ててる間に何かイメージがふっとくるから、うん、それが必要なことなんやなって思ったらお話は最後にするけど、うん、それをまあコールソウルカウンセラーとしてやってるけど、そんな感じです。うん、今日は具体的にはよろしいですか。なんかマミコさん気になることとか、気になることね。だってまあさっき話しとったもんね。
そうね、本番で、うん、って言っちゃったから、それをああそれをあのリスナーのあなたとアッキーさんと聞いたことに見るポンはいポンポン魔女でしたって、はいはい、だから結局マミちゃん魔女や言うから こっちのスタジオのウィッチねウィッチ反対だって反対だって何もやってないけど こちらの機器を、ね、戻すのにマミちゃん8人生コメットさんかみたいな、まあ、まあ肝なりのエナジーですからね、まあ、でも結果的に今配信できてるっていうのは、例えば5分でも10分でもできたらいいな、うんうん、次の方にね、譲れたらいいなと思ってたんで、うん、まあまあね、魔女として活躍してください、はいミラクル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 、僕の手元にはすべて資料がもう数ないから自由です。はい、聞きたいこと。ノリコに。うん、ノリコに。ノリコに。レキヒーラー。ね、そうね。うん、そうそう。それで遠隔もするとかって言ってたやん。遠隔できます。それはどっか何感覚で？エネルギーは要は宇宙にあるものを使うでしょ、うん、宇宙にあの人に飛ばしてねとお願いをしたら勝手に飛ばしてくれる。あ、そうなんよ。で例えばコールインって言って、うん、これもこの間仕事しながらググってそうそうこれもやらなあかんまとまってたけど、うん、あの人にエネルギー送ってあげてねっていつからいつの間って設定するんですよ、うん、時間を、うんうん、でその間にその人がちょっとこう手の空いた時間とかリラックスできる時間になったら、うんうん、私のりこからのエネルギーを受け取りますって言ってって言ったらシューって来てくれるっていうエネルギーでそんなんなんですよ。すごいそんな便利なものを。はい、ちょうだい。いいの受けていいの今、うん、もう聞いた向こうで、はい、うん、なんかちょうどあの、柔らかく優しくアッキーさんにエネルギー今なんか疲れてる、ヒーリングいろんなところ今気配りが気配りが、アッキーの気配りの。でもまあ確かにちょっと今大変やってもね、ちょっと急に ねコンピューターのね、あのまあここのスタジオのちょっと配信のシステムがね、うん、ちょっとね遮断して結構ストレスになりました。お開きになる。いや、あのそうでもない、いつものことやから、うん、じゃあ、うん、勘弁は、まあ、絶対ね、勘弁ちゃん、はい、絶対企画の会議で全部やってくれるのに直してくれるので、まあいつかは治るんだろうけど、うん、さあそれが何時になるかなって思ってたのと、あとはちょっと、ね、のりこ松本さんに気を使い、まみこさんに気を使いしておりましたでもありがとうございます。形は残っております。はい、ほんでもうお開きするで、はい、あっきさんはね頭の中がねすごいほんまにコンピューターみたいにカチ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 いつも動いてて、うん、それをいつこうメンテナンスとかしてあげるのかなっていうのを私はいつも見てて不思議。疲れ、ユニコーン置いてなかった。疲れ、そうそう、ね、ユニコーン系やと思うけど、バンドじゃなくて角生えた大間ちゃんいるやん、うんうんうん、あの子みたい。あの子みたいというと、なんか実在していない動物みたいな、なんていうんだろうな、そうやね、うん、ハリーポッター出てきたやつやな。あ、そうなんかな。そうそう、出てきたけど、そういう感じ。へえ、ずーっと動いてるのね、アキさん。まあそうやね、どうしてあげたり何してあげたり。だからジャジャもさっきだから落ち着いて、まあどうせ治るだろうから、もう僕らさえこのメンバーなんで今日はいいよって、うん、次の方たちになんとかできるまでには何事もなかったように戻してもらって、みんな現在配信できてます。この状況を作ってあげるためにはいつも通りやからね、エナジーをね、ふわーって調べてた。ふわーってで、なのでジャジャ自ら今日は乾杯を番組前にしたああ、そうかそうかそうか、そうやね、まあやった、よくやったね。だからもう、ね、まあ僕はアルコール入ってますけどね、あらららら、今日は落ち着いております。落ち着いてます。さあ、ということでお開きで、で、のいちゃんごめん、これからどういう風にしていくんっていうのが、これからですか、ステーキヒーラーとかそうやってなんかあんのホームページとか。ホームページ持ってます。当然ホームページあって、うんうん、でインスタ、ツイッター、フェイスブック、うんうんうん、であともう一個、まあ、あの加盟店登録ができるサイトがあるので、とにかく今あのみんなに知ってもらう、結構霊気してない人が多いから、そうそうそう、知ってもらう機会を増やしたくって、うん、確かに、あのどう関係ない人もどうであれあのつながればみんな一回は見てくれるっていうんで、うんうん、ツイッターも今必死でね、あのいろんな人とこうつながりが持てるように、ね、そうそうしてて、でその中で活躍してる人にも出会っていけるので、うんうんうん、するとお手本にもなるし、うんうんうん、気が合えばやっぱりみんな何か一緒にしましょうにもできるかもしれないし、うんうん、っていうも、うん、あとはもうお任せですね。こういうふうに、うん、まあ、するべきことはその都度都度来るので、それをに沿って動くだけで、うん、動くとまた答えが来て、自分の気持ちの中でモヤモヤしたらそっちは違うねんなとか、うん、でそこにまた新しいものがキラッと見えて、じゃあこっちやねんなとか っていう感じかな、うん、今は、うん、です、はい。
またお会いしましょう。もうそんな時間あっという間やし、ほんまや、みたいな。もうそんな時間でしたか。もう2分オーバー。残念。そんな感じ。ごめんなさい。またね。はい、see you。いや、魔女でいいの？ユニコーンでいいの？ユニコーンでいいね。私。一緒一緒、スターピープル。スターピープル。スターピープル。頭かしげてる。頭おかしいと思えろ。のりこ松本さんを最多出演また更新してください。ありがとうございます。Thank you for listening. Thank you for watching. スクショ撮るつもりでね。そうだ、お目目、あのカメラもお目目開けといてね。はい、ではまたお会いしましょう。See you next time! はい、のりちゃんもありがとうね、ちゃちゃさんもありがとうね、まみちゃんもありがとうね。Thank you, Akira ちゃん。Thank you, まみちゃん。はい、ということで、ほんまにいいのね。はい、いいね。まだ撮ってないの。はい、OK でーす。